はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。いや、これはね、俺の中で待望だったんですけれども、まあ、本日アップデートがあったんですよ。2月20日ゲームアップデートのお知らせ、こちらの方で、まあ、ご利用ありがとうございます。グランブルファンタジー運営事務局ですと、ね、2月20日の17時10分にアップデート実装しましたっていうような感じになってんだけど、まあ、これがね、俺欲しかった。うん。で、内容としては、各画面の AP、BP ゲージをタッチすることで、回復までの時間が表示され、回復アイテムが使用できるようになりました。で、これが、まあ、どういうことかっていうと、今まで、ここでしかできなかったんですよね。やるなら。まあ、ここもしくは、メニューのアイテム欄、ここですね。まあ、ここの、ここのエリクシルハーフとか使ったら AP、BP 回復だったりとか、まあ、AP が0の状態ですね。AP が0の状態でハンジル使いますか、どうしますかっていうような状態。もしくは、ここのタップですね。ここで AP タップでエリクシルハーフを使うよっていうのが、まあ、去年の終わり頃だったかな。まあ、割とこう、終盤の方にね、実装されてたんですけれども、まあ、最近、まあ、今日のアップデートにて、こちらの方、例えばだけど、こことかだよね。こことかで AP、BP を回復できるようになったんですよ。これすごいね。これずっと欲しかったんじゃないですか。ね、特にさ、クエスト画面って終わった後にさ、ここに飛ばされるじゃん。ぶっちゃけ。そう、クエストが終わった後とかって、まあ、大体なんならここら辺とか、に飛ばされると思うんですけど、その時に、じゃあ AP、BP 回復しなきゃっていう風になったら、ここで回復できなかったんですよ。これすごい不便だったんだよね、今まで。こう、一手間。まあ、マイページに戻って、回復して、で、クエストに戻るとかね。まあ、そういうのが必要だったんで、まあ、これがなくなる、ストレスフリーになるっていうのは、俺の中で結構神アップデートだと思ってます。はい。で、他にもなんかすげえいいところがあって、まあ、どのページでもっていうことなんだよな。で、ここのゲームアップデートの時代、どのページ、各画面っていう風な表記だから、つまりは、共闘画面とかでもできるんだよね。で、じゃあまあ、例えばだけど、連戦作りますと。で、18連戦、バイブが18連戦を、作りました。これでなんかこう、まあ、赤社18連戦、バイブが18連戦を作ります。で、ここから、頑張っていきましょいってなったら、ここで回復できなかったんですよ。今まで。できなかったよね。多分。で、まあ今まで俺の場合だったら、マイページに戻って、ここの BP を90近くにして、18連戦に、はい、臨んでいきましょう。みたいな感じで、まあ毎回戻ってたんだよね。うん。で、そこら辺が、まあ、ここの BP 回復で回復ができるようになったっていうところで、すごいね、手間が少なくなったんですよね。まあ、今回のアップデートは、俺の中で、まあ、マジでなんかこう、今まで結構そういう負担が多かった。あ、もう一回言うと、あれだよね、共闘18連とか、まあ、そういう時に、BP が足りない。だから連戦中に BP 足りなくなるって、マジで死活問題じゃないですか。例えばだけど、バイブが18連とかさ、アーカーさん18連とか、まあ、そういう風にやってる時、まあ、ルシファー Hとかだったら BP 足りないなんていうのはもう連戦だったら多少もう数秒の遅れぐらいだったら問題ないんだけど、その貢献度を争っていきますよっていうようなその状況の戦いをすることになる場合だったら、まあ途中でね、3戦目4戦目とかで BP が切れました、終わりってなってたら、ああってなっちゃうわけだよね。HP トリガーとかも特にあるから、アーカーシャとか95のトリガー、85のトリガーとかあるわけだから、まあそういうのが少し遅れてしまうっていうだけで、結構プランが崩れちゃったりするんだよね。だから最初に BP を高めに保っておかなきゃいけない。だからマイページでここでしっかりと BP を貯めておきましょう。みたいなのがあったわけですけど、まあそれが楽になるっていうのが、まあ個人的にはすごい熱いなっていうふうに思いましたね。うん。まあ、どこのページでもできる。まあ、今まで、まあ、表示できてるとこだからさ、まあ、どこもできてて欲しかったところはあるんだけど、まあ、ついにその機能が実装されたっていうのは、まあ、ちょっと今回のアップデートの紹介なんだけど、熱いなっていうふうに思ったね。まあ、他にもなんかいいアップデートあったよね。例えばだけど、俺がすごい期待してるのは、この機能ね、まあ、割と最近の実装なんだけど、知らない人多いと思うんだけど、このマルチバトルリストですね。あ、ここもできるのかな？ここもできるね。あ、ここで BP 回復できるの少ない？はい。だってさ、ID 入力とかでさ、ここら辺でツイッター張り付いてさ、BP のか救援してる時にさ、ここで BP 回復熱いね。ここで BP 回復熱いわ。そう。でも俺使う場合だったらマルチバトル、ここ使ってるんですけど、まあ、ここのマルチバトルとかのページが固定化する。まあ、最後にハイレベル終わったらハイレベルで固定化するよ、みたいな機能も今後実装されるらしいんだよな。まあ、今ないんだけど。うん。ん？今ない。あるか？ないよね。でもここだったらハイレベルになるんだ。ハイレベルでマイページに戻ってマルチリストに行っても、そうだよね。多分ないよね。うん。
まあ、ここのハイレベルバトルがその固定化されたりするよっていうアップデートが、まあ、これからのグランブルーファンタジーとか紹介されてたんで、まあ、もしかしたらあるかもしれないね。うん。まあ、そこら辺もちょっと期待したいなと、アップデート期待したいなと思った次第でございます。はい。というところで、今日のアップデート、個人的に、まあ、ちょっと地味なんだけどね、ちょっと地味なんだけど、俺の中では神アップデートでした。ということで、紹介でした。またお会いしましょう。じゃあね、バイ。